出します。今日はサステナブル半兵衛さん来ました。おすすめの割り子そばですけど、今日は鴨そば食べたいと思います。巻きそば好き、巻き寿司好き、ガレットもありますね。これが新聞載ってたやつですね。自然薯そば、やっぱ鴨ですね。鴨にします。鴨そばセット1400円、昆布もつきます。初鴨そばいただきます。ここのおそばは美味しいですね。そばの香りが立って、鴨の香りもすごいです。漬け汁はネギと絹さやと鴨がゴロゴロ入ってます。鴨の香りがすごくて美味しいです。ごちそうさまでした。少し辛めのつゆに鴨の油が香って、そばの香りもとっても美味しいです。ここの鴨そば、サステナブル半兵衛さんの鴨そばおすすめです。ごちそうさまでした。